こんにちは、ヒレースです。今回ですね、天野橋立ユースホステルツーリングの、デイ2です。デイ2は帰宅ですね。これから帰宅するというところになります。で、早速ですね、朝食をいただきまして、こちらを食べた後ですね、まあちょっとユースのオーナーとちょっと軽く喋って、またね、次のツーリング、またね、次ここ来ようかなっていうような話をね、ちょっとさせていただきました。で、まあこの、朝食がね、美味しくてね、ご飯ね、おかわりしちゃったんですけども、まあ最高ですよね。で、こちらがですね、最近やってきた会長です。ユースの会長となります。今回のね、旅の装備ね、こんな感じでね、箱の中には入っていました。さてと、でも晴れてよかったっすわ。昨日ね、なんか今日も30% ぐらい雨って言ってたからね、12時ぐらいにこっち出るように適当にまたそのあたりブラッとしてから帰ろうかなと思ってたんですけど、雲出てます？あ、なんか来てますね。まあ去年稲行ったからもうそのまんまあれやな、南に逃げていって大阪の方に逃げていく方で走ってきますわ。うん、まあ去年行ったしわざわざ福ちゃんは抜けろ。今回はだから大江町の途中まで行って、で、舞鶴の方抜けて27号線入って、で、173で、そのまま南にズドって一本で抜けるっていう、その道で行きます。なるほど。そう行きますわ。よいしょ。ほいじゃあ、行きますわ。行ってくださいませ。また、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと雨もそのまま、大阪の帰ります。わかりました。お疲れ様でーす。当初予定ではですね、稲の方に行ってですね、ちょっと稲の船屋の方を撮影してこようかなと思ってたんですけども、前日のですね、夕方もちょっと雨降って、朝もねまた雨降るよっていうような感じだったので、ちょっとね稲の方はもう今回キャンセルということで、雨がね、追っかけてこないうちにもう急いで大阪の方へ帰るっていうようなそんな感じに、なってきました。ちょっとね稲の方をね見るとね黒い、雲がね来てたんでね、ちょっとねそれがね追いかけてくるんじゃないかなっていうのがあったんで、はい、そこのところは、もうさっさと帰るというそんな感じのルートになっております。はい、で、さっきもねちょっと動画の中でもあったんですけども、今回も舞鶴の方に戻っていって、そこからですね27号線走って、で173号線合流して能勢の方へまた抜けていくというそんなルートとなっております。で今回もね、ガソリンの方を給油したんですけども、だいたいですねリッター40ぐらい走ってる感じですね。それでね、ちょっとあとはお昼をねちょっとね、どっかでね、しようかなと思ってるんで、ちょっとまずコンビニの方に行って、でちょっとコンビニの方で、ちょっとねラーメンでも買ってこうかなと。ラーメンとあとですね水ですね、水ちょっと買っとかないとね、いけないんで、それをちょっと今から調達しに行こうと思います。ここにねローソンがあったので、ここでねお水と、
飲み物とあとラーメンの方買っていこうかなと思います。でちょっとね、買い物をしたところですね、ゴリラ見てちょっと声かけてくれた方がいらっしゃったので、その方とちょっとお話ししてたんですけども、ちょっとね今レストア作業中ということで、それ完成したらぜひ一緒に走らせてくださいというようなこんなお話をさせてもらいました。で、ちょっとねそこで、ちょっと有力な情報というかね素敵な情報をいただきまして、ちょうどね今から帰る能勢の方なんですけども、ちょっと秘境温泉がありますよっていうそういう情報をいただいたので、予定をね、ちょっと変えまして、能勢せっかく通っていくんで、そこでね温泉の方もね入ってこうかなと思います。お昼を食べて、そして温泉目指すというそんな、帰宅ルートとなっております。寄ったんですけどね、帰りもねやっぱりちょっとだるまに寄りたくなったので、今回はねご飯は食べてないんですけども、ちょっとね、ジュークボックスがあるんでね、それでね遊んできました。ちょっとねジュークの音楽ちょっと流しちゃうと著作権引っかかっちゃうんで、ちょっと音楽の方はねカットさせてもらったんですけどもね、ここの方で、ジューク聞きながら、あとねバイク乗りの方と、少しお話の方させてもらいました。やっぱりねバイクでね乗ってる方、やっぱりだるま有名で、ここで来て、ツーリングっていうねそんな方がねいっぱいいらっしゃいました。まあこの日は祝日だったんでね、絶好のツーリング日和じゃなかったんでしょうかと思います。で、そこをね、まあ、後にしまして、ここからですねあと大江町を目指して、まあ、ちょっと走っていくんですけども、まあ大江町まで行くんじゃないんですけどね、途中のところから舞鶴の方を目指して、曲がっていくというそんな感じですね。で、今回のこの日の動画もなんですけども、ちょっとね前日に引き続きカメラのセッティングをですね前日のままそのまま走ってるので、やっぱりね、ちょっと動画が全体的に暗い動画になってしまっているので、極力ねちょっとね明るさをね出したんですけども、ちょっとコントラストの方がねどうしても復元できずに、ちょっとこんな感じの少し淡い動画となっております。で、ですね帰りなんですけど、ちょっとねどうもうちょっとね老け上がってほしいなとかって思ったんで、エアクリボックスに使ってるね、雨どいなんですけども、あれがですね上下ね上下穴開いてて、上はねエアクリーナーつけてて、下の方はねテープでビニールテープでね塞いでるんで、その中に網を入れてるんですけども、ちょっとねそっちの方のね穴を開けまして、まあ穴ね鍵刺してねズブッとね穴開けちゃう感じなんですけど、開けてちょっとねエアーのね吸入量をねもうちょっとね増やしました。やっぱりね平地だとちょっとそこら辺ね穴開けてエアーのね、量をね増やしたところ、やっぱりね走りやすくなりました。やっぱもう下がスローがねやっぱちょっと濃いのかなと、もともとね 37.5 をつけてたんですけど、ちょっとねブローしたら怖いんで濃いめのセッティングっていうことで39つけたんですけど、まあちょっとね 37.5 の方が良かったのかなっていうような感じですね。まあエアスクリューの調整でもなんとかなるぐらいかなっていうような気もするんですけども、
まあね、PWK でね、アイドリングしないっていうのがね、あの4ミニの場合ねよくあるんですけど、まあ僕の場合今回はあのエンジンと合ってるのか、はたまたあの当たりのキャブだったのかちょっとわかんないんですけども、まあアイドリングはね38前後 37.5、 もう少し下げてもいけるかなっていうような感じで、まあ安定するというような感じですね。これがね、あの MJN 入れる前はね全然ねアイドリングとかも安定しなかったんですけど、 MJN 入れてからはそのあたりアイドリングも安定してます。まあなのでね、余計にね、あのもう一台の中華モンキーが、アイドリングが安定しなかったのはやっぱりちょっとエンジンの方が圧縮とか漏れてたんじゃないのかなと、なさらながらですけど思います。テープをちょっと穴開けてエアの吸入量がね増えてからというもの、まあ、あの行きの時がですねちょっとねあのボコついたような、領域、ね、2分の1よりもちょっと低いぐらいですかね、4分の3と2分の1の間ぐらい、そのあたりでねちょっとボコボコっとなってたのが、まあ、だいぶ改善されました。まあ、ちょっとね、エアスクリューもねもうちょっと開けたらよかったのかもしれないんですけども、ちょっとねマイナスドライバーをね箱の中から出すのがめんどくさかったので、ちょっとそのあたりねあれは調整はしませんでしたが、まあ全体的にね吹き上がりもよく、走行してても割と気持ちいい感じでした。まあ、あとねこの山間部にねこれからね入っていくんですけども、全然苦しいというような感じもなく、まあ、比較的に、ね、走りやすくて、そして祝日だったんですけども、この辺り車が少なくて、帰りはね非常にスムーズな流れになっておりました。方向音痴で、ナビが、ね、ないと、ね、非常に、ね、怖いっていうビビっちゃうんですけども、まあ、今回、ね、走ったルートなんですけども173とあと、ね、27号線入るだけっていう、まあ、非常に、ね、分かりやすい道で、ね、心配してたところっていうのが、ね、一切なくて、ね、非常に走りやすかったです。その、ね、前年、ね、来た時176号線通ってきたんですけども、まあ、そっちもね、まあ青い看板見ながらまっすぐ走っていったら基本的にはそんなに迷うところっていうのはなかったんですが、まあ、全体的にはねこちらの方が、信号も少なく、車も少なく、またね173号線入ってしまえばもう曲がるところがないっていうのでね非常に走りやすくて良かったです。これだったらね高速使わなくても結構いいんじゃないのかなっていうような感じですね。ナビで見るとね、大阪からここまで大体3時間ぐらいで来れますよっていうそんな感じの、案内が出たところだったので、まあ、4ミリでも全然行けるっていうそんな、素敵なルートとなっておりました。よっしゃちょっと休憩。12時をねちょうど過ぎたぐらいになったので、
お昼をねしようかなと思いました。前日にねユースにいる時にお米の方は水つけておいたので、すぐご飯をね炊ける状態にしてましたので、ではそこで、そのお米を使ってちょっとご飯でも炊いていこうかなと思います。
まい。
腹も膨れたところで、家の方へ向かいたいと思います。そしてね、家帰る前に野瀬を通るんで、そこで、温泉ですね、秘境温泉の方へ行ってみたいと思います。で、温泉なんですけども、三空海というね、あの温泉で硫黄のね香りが香る、そんな温泉がね、実はあの野瀬の方にあるっていうのを初めて知りまして、そこのところにね今回ね行ってみようと思います。温泉っていうとね、行きの時にもね、見た野瀬温泉っていうのがあったんで、そこはね知ってたんですけども、あの三空海温泉っていうのはあの初めて聞く温泉だったのでね、ちょっとそこをね楽しみにね、しています。で、そこのとこ行ってみようかなと思っています。三空海ってね、ちょっと今までね聞いたことなかったんですけども、ちょっと知る人ぞ知るね、ちょっとなかなかマニアックな温泉だっていうことで、それね、ちょっとね、楽しみです。で、ここにもね、ちょっと映ってるんですけども、後ろの箱がね、カタ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 ってね、ちょっとうるさかったので、ちょっとね、網の方張りました。網張ってなかったらね、結構ね、ガタ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 言っちゃって、うるさかったんですけど、網張ってからはね、音しなくなったので、非常にね、乗りやすくなりました。ちょっとそのあたりもね、もうちょっと改善点が必要なのかなっていうような感じですね。あとはね、箱ね、ちょっとね、トランクカーゴさんのね、箱の方に、また変えようかなっていうのもちょっと思ってます。というのも、もう一つね、ローっていうね、少し背の低いタイプがあるんですけど、あれもね、結構良くて、それをね2段重ねにしてもね、ちょっと小分けにもできるから、まあいいのかなとも思ってます。今のでね50リットルなんですけど、まあそれはそれでいいんですけど、ちょっとね2段重ねにして小分けにしてみるっていうのもまあありなのかなと、ちょっとそのあたりはね、今度ね箱買ってみて一回ちょっとどんな感じになるかとかを試してみようかなと思ってます。そしてね帰りの方なんですけども、行きの時は全体的に少しねずーっと登ってるような感じだったんですけど、帰りは逆で、ずーっとゆるーく下ってくっていうようなね、なんか下ってる道がね長くて結構速度が出て、走りやすかったです。まああっという間にね野瀬まで帰ってきたっていう、そんな、印象でした。正直ね温泉入らなかったらね、もう2時半とか、3時前ぐらいにはね帰れたんじゃないかっていうぐらい、まあそれぐらい早かったです。まあねあっという間でしたね。行きの時もね、まあ行きの時はねちょっと道がね正直分かってなかったっていうのもあるんですけど、そのあたりがなくてね非常に、この走りやすい道でした。で、その三空海温泉目指して走ってるんですけども、ちょっとね走ってたところですね、友人のね家の近くだっていうことをね気がついたんで、ちょっとねそちらの方へ寄って行って、顔を出してきました。彼もね YouTube やってまして、軍歌の方を歌ってたりとかね、ちょっとそんな、動画も上げてますので、よかったら見てください。ちょっと後でねリンクの方は貼っておこうかと思います。そんな友人の、顔の方が、この後出てきますので、彼の動画もまた見てあげていただければなと、こんなことを思っておるわけです。そしてね、友人宅を後にしまして、そして、三空海の方へ目指していくんですけども、ちょっとねナビ聞きながらね走ってたんですけど、最初ちょっとわからないでね一瞬行き過ぎてしまいました。どこからその温泉入るんだろうと思ってね、わかんなくてね、反対側には見えてるんですけどね、どこから入るんだろうと思ってねちょっと行き過ぎちゃったので、一回ねヒューして、で、そうするとねちっちゃくねここからね温泉って書いてあったので、ね、ここからね入ると、分からなかったらねもう素通りしちゃうようなね、そんなねマニアック温泉でした。ここから、入っていって、バイク以外ねちゃんとね車もね止めれます。車も止めれるので車でね結構来られてる方多かったので、
まあ、あのよかったら一度皆さんも来てみてください。噂の三空海っていう浴場ね。ここですね。すごいな。ここから入ってくるや。でした。いやあの大阪ねずっと住んでるけど、まさかねこんなちょっと下へ来れるところにこんないい温泉があるとは思ってなかったっすわ。これやったらねまたあのバイクでさっと来れるし、あんまりね寒くなりすぎると雪ちょっとねこの辺り降ったりするから、雪がね降らない限りは行ってみようかなと思います。ちょうどねあの温泉に行った時なんですけども、お得意の方ねあの利用客が少し多かったので、受付の男性の方にあのちょっと待ってくださいねってあの、浴場の方ね少しあの人が、減ったらねあの案内させていただきますということで、まああの浴場の方がね人がいっぱいになるっていうことはねあの、できるだけないように、そのあたり調整してくれてるということで、あのまあ、非常にねあの親切な、温泉でした。で硫黄のねあのお風呂だったんですけども、あの肌がねあのつるっとねしてあの、まあ、非常にね気持ちよくて、で温度の方なんですけども、あの個人的にはねちょうどねあの長湯がしやすくてね、あんまりね熱いお湯だとあの僕はあのちょっとあんまりねあの長い間使ってられないんですけども、これでもねあの気持ちよくね使ってられるぐらいだったので、暑くなく、まあ、非常に、入りやすいそんな温泉でした。ではね、ここからは、大阪の方を目指していきます。大阪って言ってもねもうここも大阪なんでね、ちょっと自宅の方へね目指していきたいと思います。でね農政の方なので、ここからはまああとね道一本ですね、まっすぐ走っていって、ちょっと池田の方に抜けていくっていうようなそんな、道ですね。またねあのダムの方にねあの少し抜けていくような感じです。ちょっと夕方になってきて、あのまあこの辺りもね信号がなくてねあのまあ走りやすいんですけど、割とねあの速度がね出るんでね、ちょっとね注意しながらね走っていってもらった方がいいんじゃないかなと思います。であの時折ねこの走ってるねところとねあの反対側ですね、川の方なんですけども、ちっちゃいね細い道とかもあったんで、あそこねあのゴリラだったら走れるのかなとかって思いながら走ってたんですけども、ちょっとねそっち行ってもよかったかなと思ってますね。ただねあのさっとねもう帰りたかったんで、まっすぐねこの方道走っていきました。
とか戻ってまいりました。ちょっとまだ時計見てないから時間わかんないんですけど、何時ぐらいですかね。5時前とか5時ぐらいですかね、多分。だから今日向こう出たのが9時半とかね、それぐらいに出て、10、11、12、1、2、3、4、ちょっとわかんないですけど、それぐらいの時間です。まあ途中休憩入れてるんで、まっすぐ行ったら3時間ちょっとでね走れるはずなんですけど、まあ正味走ってる時間はどうでしょう、 4、5 時間ぐらいなんですかね。いや、まあ4時間ぐらいかな。あとね休憩結構挟んでたので、温泉も途中ね見つけたんでそこも行ってきたんですけど、まあそんなこんなでどうにかこうにか、今回ツーリング、まあ、ちょっとねちっちゃいトラブルはあったんですけど、まあ全体的には大丈夫だったんじゃないかと思います。